はい、こんにちは。アピッシュリタの岡田です。今日はボブスタイルのお客様にパーマをかけていきます。今日のモデルさんなんですけれども、お悩みとしては結構直毛で、ボリュームがかなり出づらいです。で、学校の規則だったりとかもあるので、バイトですかね、バイトの規則とかもあるので、どうしても黒髪でいるしかない中で、毎日アイロンで巻いてるモデルさんなんですけれども、アイロンを使わなくても多少こう動きと軽さというのを黒髪でも表現しながら、毎朝が楽になるようなスタイリングができるパーマをかけていこうと思います。最終的に完成するイメージとしては、顎上までいかないぐらいのレングスで、ちょっと動きのあるパーマスタイル、ボブのパーマスタイルというのはなかなかこう重さのバランスだったりとかっていうのを出していくのが難しいんですけれども、そこを読み解きながらレクチャーしていけたらと思います。よろしくお願いします。まず今シャンプーが上がってきた状態なんですけれども、今こちらのモデルさんパーマかかってない状態でカットされているので、ちょっとイングラデーションが入っている状態です。このようにネープの毛が短く表面にかぶさってくるような毛が作られている状態なんですけれども、パーマをかける際に例えばじゃあここからレングスを詰めてボブを切っていくと、イングラデーション通常つけると思うんですが、つけてしまうとどうしてもパーマをかける毛がなくなります。なのでどうしても表面がこうパーマで動いた時にアンダーの毛がストレートで出やすくなってしまうという現象が起きてしまうので、まずパーマをかける際のボブのカットの時にはイングラデーションをつけずに切っていきます。でまずネープのカットから進んでいきます。だいたい顎の位置から測定して、通常ネープの上にかぶせるイングラデーションの後にかぶさる毛がボブのレングスになってくるんですけれども、今回パーマンの場合はイングラデーションをつけていかないので、これが従来のレングスになってきます。なのでイングラデーションをつけないっていうことを想定して切っていくので、ここを短く過ぎないように気をつけましょう。大体1回転ぐらい巻かれるぐらいの長さを残しておきます。で次のパネルに行くときに、頭の丸みが非常に綺麗に出ているモデルさんなので、あまりこうシェイプしてベースカットをしてしまうとグラデーションが自動的についてしまいます。なのでこうネープの毛が出やすくなってしまうので、あまりテンションをかけずノーテンションで次のレングスに進んでいきます。この際にだいたい三つ襟の位置から前をにかけて少しずつ前下がりで切っていくのがポイントです。耳の後ろから急激に毛量が少なくなっていくので、人の人毛というのはどうしてもパーマをかけた際に前上がりになりやすいシルエットになってしまいます。今回は前上がりというよりかは少し平行気味のフォルムで作っていきたいので、ちょっとウェットカットを前下がりのボブで切っていきます。サイドを少し前下がり気味に作っていきます。パーマをかけてレングスが上がることも想定しながら、ドライでもレングスが上がってしまうので、自分が思っているよりも1センチちょい、2センチぐらいいってもいいですかね、少し長めにレングスを残しておくと、お客様にオーダーされたレングスよりも短くなる心配がなくカットを進めることができます。
最後の耳の内襟から耳の後ろ、ここの幅あたりから徐々に前下がりになるように作っていきます。ロブカットをしていくときに、まあ、根元の癖がない方はほぼいませんので、なるべくこう C シェイプを繰り返して綺麗に落ちる位置で切るのが大切です。大体鉢植えともみ上げの位置、耳後ろの位置でレングスをチェックしましょう。どちらかというと今回はひし形のフォルムのパーマスタイルというよりかは A ラインに近いような形でこのレングスに対してパーマをかけていきます。まあ、ちょっと今っぽいようなシルエットですね。なのでまず一度ベースはワンレングスで作っていきます。トップのつむじの位置を確認して、あまりテンションをかけず下でレングスを作っていきます。どうしてもつむじの位置を確認せずに切ってしまうと後で落ちてくる位置が変わってきてしまうことが多いので、トップの作り方は気をつけていきましょう。このように若干前下がりになるような、この辺から前下がりが始まってくるようなカットラインになってます。でボトムへのレングス設定が完了した後に、普段のワンレングスの方はここで終了する場合が多いんですけれども、トップの角を落としていくイメージです。まあ、レイヤーに関しては本当にモヒカンラインに入れるようなイメージですね。まあ、表面の髪の毛がトップの髪の毛が大体表面に出てくる髪の毛になってくるので、その位置に対して少し角を落とすぐらいの独立したレイヤーを入れていきます。バックの髪の毛も真上に引き出して、この落ちる位置、落ちる位置に対して少し多めのレイヤーを入れていきます。角を落とすよりちょっと入れるぐらいですね。そしてサイドとつなげます。すると、まあ、ここのモヒカンラインのベースのところにレイヤーが入ってくるイメージです。なのでアウトラインの重さというのをキープした状態なので、レイヤーが入っても軽さのあるボブにはなりません。一応表面の一番動きを出したい、動きを見せたいところにレイヤーをつけていくイメージです。ここであまりこれしか切るとこないんだと思ってちょっと多めに入れてしまうとデザインそのものが変わってきてしまうので、レイヤーの色を入れすぎに気をつけましょう。表面にパサつく系が目立ってしまいます。顔周りの角を落として表面のレイヤーとここだけつなぎます。この時に表面のレイヤーと顔周りの、まあ、この角になってくる前下がりの部分を取っていくんですけれども、まあ、このようにレイヤーの位置と下のボトムのレングスの位置、しかしコーミングして落とした時には前下がりのフォルムが変わらないようにしていくのがポイントです。まあ、パッと見レイヤーが入ってないように見えるんですけれども、実際にはまあ、このモヒカンラインの位置ですね、ここから上に対してこのようにレイヤーが入ってきているイメージです。
したら前髪、もともとそこまで短くないのでちょっと揃えるぐらいの長さで切っていきます。で、結構こういったお客様多いんですけれども、どちらかに生え癖が強くて、例えばこっちに流す今回のモデルさんなんですけれども、こちらのここの緩和に落ちてくる毛は気にならないけれども、どうしても分かれてしまう位置で、彼女の場合だとここに大きい毛流の境目があります。この位置で分かれてしまうときに、こっちで落ちてきてしまうここの毛に、ここに短い毛を作りたくないという方非常に多いです。前髪をこう作った時に、ここの毛はこっちに流れるけれども、ここの短い毛はどうしてもこっちに落ちてきちゃう。で、ここを切ってしまうとどうしてもお客様ってこっちに流せるけど、ここの短く落ちてきちゃう毛が気になるという方非常に多いんですよね。なので、この毛を素直にこっちに落としてあげれるように、こう切らずにしてあげると、デザインで考えると切ってあげてもいい場合もあるんですけれども、お客様のやりやすさという意味で考えると、割とここの毛を長く残してほしいというオーダーのお客様は多いです。ちょっとここを切らずにこちらで前髪を作っていきます。こちらのモデルさんは多分ここを今伸ばしている最中なので、ここを一回はけた状態でかけてあげるのがポイントです。生え癖を取ってあげるパーマっていうのも大事なんですけれども、モデルさん、お客様自身がやりやすさっていうのを考えてあげると、この普段のお客様がどうしても分けてしまう位置で前髪を設定してあげるというのも非常に大切かなと思います。流れる方向に対して長さが出てくるようにちょっと斜めに切っていきます。あら、ちょっとずつ流し始める起点からダイレクションを測るように、こっちに引き出して前髪の表面にレイヤーを軽く入れていきます。自然と少しこちらに毛先が向くような形で前髪を切ります。こんな感じですね。前髪って非常に大切で、美容師さんは前髪にこだわる方すごく多いと思うんですけれども、自分のこだわりを前髪に出すのもすごく大切だと思うんですけれども、美容師が前髪にこだわるのと同様、お客様はもう大体の方が前髪に非常にこだわりを持っています。なので、僕はどちらかというと、僕のこだわりに前髪を持っていくっていうよりかは、お客様のこだわりに対して前髪のデザインを持っていくっていうやり方の方が多いかなと思います。はい、これで、ウェットカットが終了です。はい、今これでブローが終了した状態です。ブロー自体もあまりこう根元からしっかりとブローをするというよりかは、ハンドブローに近いような形でナチュラルにブローしていきます。お客様自身の癖も見るためです。彼女すごくストレートなのでこのように落ちてくるんですけれども、こうイングラデーションが入ってないのが分かると思います。で、まずですね、ある程度こうボトムに重さを残しておきたいので、オーバーから毛量を取っていこうと思います。この時にだいたいこうレイヤーを入れた位置の表面にセリングだったりとかを入れてしまうと、パーマをかけた際にウェーブの始まる位置から少しこうパサつく毛が多く目立つようになります。なので、表面に関しては毛量調節を入れないようにしてドライカットしていきます。大体表面一番髪の毛に上に出てくる毛よりも一つ下の位置ですね、オーバー、ミドル、アンダーとなるうちのオーバーセクションの毛の下の位置、ここを削いでいきます。この時に、このようにこうちょっとこう縦長のセクションで取った時に下を抜いていくイメージです。抜くポイントとしては、パーマを出したい位置から毛量を調整していくのがポイントです。このように切っていくことによって最後までしっかり開閉します。すると毛先にしっかり厚みが残した状態でドライカットをすることができます。ここでセニングを使わない一番の理由としては、どうしてもセニングを使ってこのように入れてしまうと表面にパサついた毛が出てしまったり、
一番の理由としてはパーマをかける毛がなくなります。このようにボトムに重さを残しておく状態でパーマをかけてあげることによって、振り子のような状態ですね、毛先に重さが残っているからしっかりと揺れるようなパーマがかかる。例えばここから先がただセニングでスカスカにしてしまうとパサつくパーマになってしまうんですけれども、しっかりと毛先に 重さを残したパーマカットにすることによって振り子のように揺れるパーマをかけていくことができます。ちょっとオーバーセクションをドライカットで抜いていきます。この時表面に入れないのが必ずポイントになってきます。では次のセクションに行く際にミドルセクションも同様、オーバーミドルでまずパーマをかけていくことが多いので、ここも表面には入れずに表に出るパーマのウェーブが形成される面には入れずに下を削いでいくイメージになってきます。で特に重さのたまりやすい耳の後ろの位置はしっかりと毛量を取っていきましょう。耳の後ろの重さがあまり取れていないと、耳から前に関しては毛量がもともとこの部分しかないので動きが出やすいです。非常にそこに対して後ろの重さが重すぎて、動きが出ててもたまりが非常に出てしまうと正面から見た時の抜け感が作れません。なので、耳から前と耳から後ろの毛量を、揃えるというのはさすがに毛量が違すぎるのであれなんですけれども、なるべく前の毛量とバランスが取れるぐらいまで後ろを軽くしてあげるのが重要です。この時に切る毛もすごく大切なんですけれども、残る毛がどれぐらいなのかというのをしっかりチェックしながらドライカットをしていきましょう。ちょっとドライカットを進んでいきます。つむじ周りのオーバーセクションのドライカットをする際に、彼女はそこまでつむじ周りに癖がないので普通のドライカットができるんですけれども、例えばつむじ周りがすごく癖が強く浮きやすいだったり、どうしてもパカッと割りやすいなんていう方に対して、このようにこうスライドカットでがっつり量を取ってしまうとそこだけレングスがパーンと上がってしまう可能性もあるので、ちょっと繊細につむじ周りの髪の毛に対してはアプローチしていくことが大切です。この時に、今僕オーバーから毛量を調節しているんですけれども、最初にアンダーから毛量を調節してしまうとボトムを軽くしすぎることが多くなってしまうので、オーバーから毛量を調節していってあげた方が毛量調節はしやすいです。特にこの辺は一番毛量もたまりやすいので、耳後ろから下にかけてはしっかりと量を取っていきましょう。
特にここに対してなかなかこうハサミが入れづらいところに対してはセニングでカットしていきます。かといってもこのようにバツッと入れてしまうとどうしても毛先が薄くなってしまってパシャッと広がる毛が出てしまいます。なのでパーマのまとまりがなくなってしまうようなイメージですね。毛先を軽くしすぎてしまうと。なのでこう毛束で取ってあげてしっかりとアウトラインの厚みが残るようにしてくる位置に向かってセニングを入れていってあげます。この時にできるだけ、まあ、一番アウトラインの毛ですね、このぐらいアウトラインの髪の毛にあまりこう入れすぎてしまうと、例えば後で伸びてきた時にお客様が髪の毛を縛りたいだったりとかいう時に縛ってしまった後に短い毛がパラパラ出てしまう可能性もすごく考えられるので、なるべくアウトラインにはセニングでがっつり根元から入れるようなことはしない方がいいかなと思います。今これで反対側も今毛量調節が終わりまして、全体をすき終わった状態です。で、まあ、このようにパッと見の重さカットラインというのはしっかり残しつつ、こう揺れるような重さを残した状態で毛量を取っていくようなイメージですね。まあ、なので毛量を取っていくと自然とあのイングラデーションで切っていないので自然とほんのりグラデーションが入るイメージになります。なのでしっかりとパーマをかける位置を残して毛量調節をしていくのがポイントになっていきます。ちょっと前髪のカットに入っていきましょう。まあ、そこまで長さを詰めず、まあ、大体こうパーマというのは仕上がりがとても大切になってくるので、一度ウェットカットで切ったラインに対して少しこう流す方向のサイドをつなげていきます。落ちる位置で目閉じていただいて、落ちる位置でフリーハンドでつなげていくのがすごく大切になってきます。引き出してつなげるよりも前髪はとても繊細なカットになってくるので、落ちる位置でつなげていきましょう。まあ、ここで非常に強い生え癖があるので、まあ、パーマで生え癖を取ってあげるというのもポイントなんですけれども、まあ、ストレートパーマだったりとかで、まあ、今回の場合はモデルさんのオーダーがそのようなオーダーではないので、ここからちょっと流れやすいように作っていきます。なのでここにあまりこう短い毛を作りすぎてしまうとパーマをかけた時にどうしてもここの髪の毛が押す力が非常に強くなってしまうので、あまり毛量だったりとかを取るというよりかはドライカットの状態で再度毛先のカットラインをちょっとぼかしていきます。チョップカットで、大体の方が自然に落とした状態で隙間が出やすい位置が必ずあります。あの隙間に多少なりともこう今までの履歴がある分隙間が違う場合があるので、そこに合わせてこう隙間が均等になるようにフリーハンドでしっかりともう一度隙間を作り直してあげます。程よくフリーハンドでコーニングした時に必ずここは何度コーニングしても出てくる隙間があるなだったり、ここにもちょっとした癖があるなっていう部分を見極めて落ちる位置で作ってあげるのが非常に大事です。そうするとお客様も自宅での再現性が非常に高まります。
で最後にパーマをかけ終わった後に前髪の微調整は入っていきましょう。はい、これでドライカットが終了になります。はい、ではここからパーマに入っていきます。まあ、いろいろやり方があると思うんですけれども、僕はこう毛量をしっかりこうドライカットをドライの質感の状態でしっかりとこう感じながら巻いていきたいので、ドライカットのドライの状態からブロッキングを取って巻いていきます。まずブロッキングとしてはカットとパーマはすごく連動しているので、カットのブロッキングとほぼ同じ状態でパーマの脇に入ブロッキングに入っていきます。まあ、先ほど耳下を2段で切っているので、耳下を2段でここから取っていくんですけれども、モデルさんの髪質が非常に柔らかくかかりづらい髪質をしています、細毛で。なので今回は、コスメ系でかけていきます。ロレアルさんのカーリアの M プラス軟毛用の薬剤を使っていきます。で前髪に関しては柔らかい質感を出していきたいので、こうプリッとかかるよりかは、なのでちょっと別の薬剤をまた使っていきますので、その際に説明していきます。ではワインディングに入っていきます。耳下の残した位置ですねをまず巻いていきましょう。ここで初めてつけ巻きでいきます。ネープ非常にかかりづらいので、しっかりと薬剤をつけて巻いていきます。初ネープの部分、ここがあまりボリュームが膨らんでしまうと全体をこう外に押して押してしまって、膨らみが非常に強くなってしまうので、逆巻きで巻いていきます。まあ、大体小さいオレンジぐらいの大きさですね。まあ、ネープの毛に関してはちょっと曲がればぐらいのイメージでかけれるといいかなと思います。ウェーブを構成するリングスがないので、カールで作っていくようなイメージです。パーマはだいたい C カール、J カール、S カールの3種類で基本的には構成していくことが多いんですけれども、その組み合わせをしっかりボリュームゾーンと考えて組み合わせていくことが非常に大切になってきます。だいたい耳2段目ぐらいから襟足から耳にかけての間で広がってくるので、この辺から3束に変えていきましょう。で一番最初を返しで入れているので、次のセクションは内で入れていきます。少しここからバイアスに振っていきます。大体 1.5 カールぐらいを目安にして、ここは C カールちょいを作っていきましょう。センターに関してはどちらかに振る形になるんですけれども、こんなイメージです。そして次にミドルセクション、カットと同じような形で進んでいくイメージになります。この際にやはりドライカットだったりウェットカットで自分がオーバーセクション、ミドルセクション、アンダーセクションに対してどのようなカットをアプローチしていったかっていうのが非常に大切になってきます。一応ここからちょっとケラチンの前処理剤をつけていきます。ネープに関しては健康な毛髪の方が多いので前処理をつけずに進んでいくことが多いんですが、だいたいミドルセクションから上に関しては毛先にダメージだったりアイロン熱ダメージが多く入っている方が多いので、少し前処理剤をつけた状態でワインディングしていきましょう。で時短のためにもつき巻きをしていくことが多いです、僕の場合は。でこの際にあまり細く取りすぎてしまうとかなり大きく出てしまうので、細かく出てしまうので、ちょっと太め、まず耳前ぐらいの長さで取っていきます。幅で取っていきます。ステムは根元にボリュームというよりかは A ラインにしていくので、ダウンに溜まっていくようにダウンステムで取っていきます。1.7 回転ぐらいですね。ここからリバフォアでついていきます。
でバッグに関しては大きいロットで全く均等に入れていってしまうとウェーブがすごく溜まりやすくなってしまうので、ロットの大きさを変えて抜け感が出るようにしていきましょう。サイドも同様巻いていきます。逆サイドも同様に巻いていきます。しっかり高さを確認することが非常に大切になってきます。巻き収めの位置は先ほど言ってた重さを残すようなカミングカットをしていった位置まで巻き収めるって考えると非常にカットと連動しやすいです。あまり平行によるリバフォアだと動きが出づらくなってしまうので、しっかりこう縦で、縦に近い形で降りてくるようなリバースフォワードでロットを入れていくのが非常に大切になってきます。オーバーセクションに関してはだいたいこの前髪の流し終わる位置、こう流すことが多いので、ここから内に入ってしまうデザインがちょうどおかしくなります。なのでここからリバースに入ってくるようにワインディングをしていきます。かかりやすそうな方の場合は中間巻きで入れることも多いのですが、やはり毛先に動きが出ていないとパーマはかかった感が出ません。なので彼女の場合はかかりづらい髪質の毛先巻きでいこうと思います。パーマは非常にかけるテンションだったりというのですごくかかり具合が変わってきます。かかりづらい彼女のような髪質の場合はしっかりと毛先にテンションをかけてかけてあげることでしっかりとパーマが出てきます。だいたいアンダーセクションに置いたロットよりも少し上に落ちてくるような位置でロットを収めてあげましょう。で、表面に行くにつれて見え方が非常に大事、非常に見えやすい髪の毛の位置になってくるので、抜け感をしっかり作るためにロットの大きさを変えていきます。このようにワイニングを進めていくと左右のロットと上下のロットがミドルセクションから上が重ならないように入れていくのがポイントです。どうしてもカールの毛、ワンカールの場合は別になってくると思うんですけれども、動かすパーマスタイルの場合ロットの配列が同じ方向を向いてしまうと重さが溜まってしまって非常にパーマ特有の軽さが出づらくなります。なのでしっかりとリバースフォワードを考えて巻いていくことがポイントになります。このようにドライカットで、ドライの状態でワインディングを進めていくと完全にオールウェット状態で進んでいくよりも毛量が分かりやすい状態でワインディングを進めれるのでウェーブに均一性が出てきます。最後センターどちらかに振る際には、下と重ならない方向に振ってあげるとより動きが再現しやすくなってきます。でオーバーのモヒカンラインですが、だいたい根元の幅でロットを選定するというよりかは
毛先の重さでロットを選定してあげた方がいいかなというふうに僕は思います。結局表面に対してもしっかりと上から高さを出すというよりかは下のウェーブに対して馴染んでくるようなカールを形成していきたいので、ここに関してはかなり大きめのロットで選定していきます。で一番表面の毛に対しても、まあ、一番表面の顔周りに出てくる髪の毛をリバースに入れているので、ここをリバースに巻いていくんですけれども、まあ、ここに落ちてきた時にここにこう動きがプラスでこう乗っかってくるようなイメージでかけていきたいので、ほぼワンカールですね。表面はレイヤーも入っているので、表面に対してじゃあ下と同じようにといって下に引き出してウェーブで巻いてしまうと目的の位置よりも高い位置に出てしまうことが多いので気をつけていきましょう。パーマをワインディングする際に巻いた位置でどのように出るかっていうことを想定するよりも、例えばこの巻いた毛はどこに落ちるんだろうっていうような形でちゃんと構成していってあげるとパーマの着地地点が分かりやすいです。非常に。では前髪のワインディングに入っていきます。でここに関しては巻きません。ここの毛を巻いてしまうと、まあ、割とここがプリンって外に跳ねてしまうのを嫌う方が多いです、流す際に。なのでこちらの毛でかけていって、ここの毛がここを押してこっちに流れるっていうような形でかけていこうと思います。前髪に関しては、柔らかく自然な質感でパーマをかけていきたいので、タマリスさんのシスキワというシス系のパーマでかけていきます。まあ、少し前髪にも立ち上がりが欲しいのでちょっとオンベースまでいかないぐらいのアップステムでワインディングしていきます。ちょっと毛先が流れる方向に出るように少しこうずらして巻いてあげるのがポイントです。この時にどこの毛がしっかり落ちてくるかっていうのを見極めてあげないと、下は残ってるのに上だけ流れてしまうということもあるので、しっかりとここで確認するのではなくて、ここの根元のどの毛が落ちてくるのかっていうのを確認しながらワインディングしていきましょう。でこう正面から見て、まあ普段サロンワークでは鏡で見ていただいて、全体のロットの位置をしっかりと確認していきます。はい、これで一度ワインディングが終了です。はい、じゃあこれで一度、まあ、自然放置で約8分置いていきましょう。ちょっと8分後に一度軟化チェックをしていきます。はい、これで今8分置いた状態です。軟化テストをしていきます。まあ、だいたいちょっと大きいところで軟化テストをしてあげると、まあ、ロットが大きいほどある程度かかりづらいので、そこの立地がしっかり出ていればちっちゃいところも出ています。だいたいなのでこの位置でしっかり見てあげます。まあ、このようにオーバーセッションに S カールのしっかりとこうウェーブが出ているので、これで軟化は OK な状態になります。ちょっとこうテンションをかけて引っ張ってあげてカールがずれなければ問題ないです。でこの状態で一度中間水線をしていきます。中間水線が非常に大切で、アピッシュでは中間水線をしっかりとシャンプー台で行います。で揉み込んで薬剤をしっかり流した上でタオルで拭き取って乳液をつけてあげることで、しっかりと、残留アルカリを残し取って取り除いてあげてパーマの形を定着してあげることができるので、ダメージも少なくパーマの持ちが非常にいいです。なので、まあ、中間水線といった、まあ、すごくこう、まあ、大体アシスタントがやる作業なんですけれども、そういったこともしっかり大切に一つ一つやっていくのがパーマにはすごく大切だと思います。そして、全体に乳液をその後に塗布していきます。まあ、放置時間は6分5分2回リキッドをつけていくような形になります。はい、では今これで乳液の放置時間が完了したのでロットアウトをしていきます。前髪に関しては、一液の段階で2本で
巻いていたんですけれども、クリームタイプのお薬なのなのでしっかりとシャンプー台でロットを外して流して、ちょっと大きめのロットで巻き直すことで柔らかく自然なカールを出るように乳液の処理を施してあります。はい、こちらがロットアウトした状態です。このようにだいたいチークゾーンから落ちてくるようなウェーブで、オーバーに対してワインディングをしているんですけれども、ここにワンカールしか巻いていないので、ここにこう馴染むようなカールが入ってきているようなイメージになります。一度これで流していって仕上げに入っていこうと思います。はい、はい、これで今、パーマが上がった状態になります。まあ、このようにウェットの状態で上がっているので、ここから乾かしてパーマを再現していきます。ある程度根元から中間ぐらいにかけてをしっかりと、まあ、ほとんど乾かしてしまった状態からムースなどをつけて自然乾燥というのが、まあ、一番お客様にも再現がしやすいかなと思いますので、まずこの状態からドライをしていきます。はい、これで今だいたい7割方ぐらいドライしたような状態です。で、まあ、こうウェーブが出る位置を多少少しこうセミウェットな状態に残しておいて、ここからムースをつけて自然乾燥していきます。で、まあ、前髪に関しては、ある程度もハンドブローで仕上げる状態になってくるんですけれども、最後にちょっとだけカットを入れていきます。で、前髪は、普通に乾かしてもこれぐらいちょっと緩くカーブするぐらいしてあげることによって、モデルさんの直毛の悩みだったりとかというのが防げるのでいいかなと思います。タマリスさんのソビアンセメニオンというムースを使っていきます。まあ、ピンポン玉台ぐらいの大きさで、まあ、量の多いバックから揉み込んでいきます。しっかりと手で伸ばしてあげて、でここから自然乾燥に入っていきます。まあ、ほぼ何も触らず自然乾燥することで、お客様へも再現性の高さっていうのもアプローチできるのかなというふうに思います。まあ、こうくるくるしだすパーマだったりの場合もあると思うんですけれども、まあ、結構自分でやるのが難しいなんていうふうに言われるお客様も多いかなと思います。企業の方もいるんですけれども、なので、まあ、自然乾燥で出してあげることで、まあ、その自宅での再現性の高さっていうのをしっかりサロンでお伝えしてあげるのが、まあ、パーマのリピートにつながることなのかなというふうに思います。はい、これで今自然乾燥が仕上がった状態です。まあ、このように少しこうウェイトが上がるけれども、しっかりとアグール下にレングスを残した状態でレングス設定ができます。そしてこうサイドから見た時のシルエットに関しても、ちょっと前を長く設定していくことによって、前上がりじゃなく平行気味のラインでちょっと今っぽい重ためのボブっていうのに対してパーマをかけることができます。ドライカットでバランスよくそぎを入れているため、ボブなんだけれども重さを残しつつ、こうシルエットに重さを残しつつ質感は軽めというのが、まあ、今回のパーマのイメージになってきます。最後にちょっと前髪だけハサミを入れていこうと思います。まあ、ある程度こうパーマをかけるときに毛先に重さが必要というのを今回何度も説明しているので、まだ前髪にちょっとだけ重さが残った状態です。なのでそこだけ少しフリーハンドで前髪の重さを少し取って終わっていきたいと思います。やはりこう落ちる位置を確認して毛先にハサミを入れてあげた方が、レングスが変わってしまったり狙っていたところをしっかりと取れるかなと思います。しっかりと落ちる位置を確認して揃えていく。直毛のお客様だったりとか前髪パーマをかけられたお客様は本当にちょっと曲がっただけでもうすごい違いを感じてくださるので、極端に曲げるというよりかはしっかりやりやすく
そしてお客さんも自宅でやりやすい、再現しやすい形でかけていくのが必要かなと思います。まあ、あんまり最近重めでこうブインタイってような番組ってそんなにこうよく見ないというか、まだあんまりトレンドではないのかなというふうに感じもするので、ちょっと前髪を少なめに作ってあげて、まあ、こう少し隙間ができやすいような前髪の方が今結構求めている方は多いのかなと思います。でまあ普段のサロンワークでもこのようにお客様が伸ばしたいと言ってた髪の毛に対してはなるべくこう自分のエゴでデザイン性を求めるよりかはしっかりとお客様のご要望にお応えしてその中でもデザイン性が高まるようなカットをしていってあげるとリピートにつながるのかなと思います。まあ、パーマがかかっているのでカットが終わった後にちょっと握ってあげるだけでもこうボリューム感が出て立体感がすごい出てくれるのでそういうのも説明してあげるといいでしょう。まあ、普段の撮影だったりとか例えばこうお客様でもっと動きを出したいという方だったりとかに関しては、まあ、ここからちょっとこうワックスをつけて少し動きを足してあげたりちょっとウェットな質感にしてあげてもいいと思いますし、まあ、この状態でドライな質感のままお返ししてあげるのもいいと思うんですけれども、まあ、何かこう普通に家で再現できる仕上がりを見せた後にちょっとこう自分でプラスアルファ動かしてあげてサロンでしかお客様がサロン帰りでしか味わえないような仕上がりを見せてあげることでサロンへ行くっていうような特別感を伝えてあげるときっとこうそのサロンその美容師さんのファンになってくれるのかなというふうに思います。はい、じゃあ最後に少しワックスをつけてスタイリングしていきたいと思います。ルベルさんから出ているモイバームでちょっとだけウェットな質感と動きをプラスしてあげて仕上げていきます。はい、これで仕上がりになります。まあこう耳に片耳だけかけてあげたりとかしてちょっとヘビーパートに持ってってあげると、まあ、今っぽい仕上がりになってくれたりとかするので、まあ、そういうアレンジ方法も教えてあげるといいかなというふうに思います。まあ大体こう握ってワックスとかを使うとちょっとアイラインぐらいから出てくれてまあ普通にお客様が多分自分に出すとチークゾーンぐらいから下にボリュームゾーンが来るようなパーマになってます。でまあこのようにアイロンで巻いたような柔らかい質感をパーマでも再現できます。ボブスタイルでもこのようにやっぱ軽さがあると自宅での再現性も高いですしワンパターンなものに飽きてしまうお客様はすごくやっぱ多いのでそういった方にアプローチしてあげるのがとてもいいのかなと思います。まあパーマっていうのは確かにデザインを構成していくっていうすごく大切なことだと思うんですけれどもさらにもうワンポイントあるのはやはりそのお悩み解決っていう部分のパーマはすごく大きいのかなというふうに僕は思っています。まあ今回のモデルさんすごく若いのでまあダメージだったりとかそういう部分にお悩みがあると思うんですけれども、まあ、これが徐々にこう年齢を重ねていくごとに例えばボリュームだったりとか癖だったりとか、まあ、そういった部分でたくさんのこうお悩みっていう部分が増えてきます。まあ、その中でお悩みをお客様のお悩みを解決しながら、まあ、お客様がやりたいヘアスタイルだったりとかデザインを作っていくっていう上でやはりパーマっていうものは、まあ、これからのこう大人世代の女性にはすごい欠かせないものなのかなと思います。なのでこう若い子に対してはデザインっていうようなこうビジュアルで見せていくような方向性としてパーマのアプローチだったりとか、まあ、徐々に年齢が上がるにつれてお悩みに対してアプローチをかけていくことでこう自分のパーマ比率を上げていって、まあ、たくさんのこう女性をきれいにしていけたらなと思います。まあ、今回のパーマで何か勉強になることがあればなと思いますので長時間長い時間だったんですけれどもありがとうございました。